さて、ご飯の主な成分は、でんぷんという物質なのですが、人間に必要な栄養は、でんぷんだけではありません。人間に必要な栄養として、三大栄養素、というのがあります。炭水化物、タンパク質、脂肪、の三種類です。炭水化物とは、砂糖やでんぷんのことです。でんぷんは、お米や小麦粉にたくさん含まれています。タンパク質とは、お肉や牛乳に多く含まれています。脂肪とは、油です。だから、お肉には、タンパク質の部分と、脂肪の部分がありますね。タンパク質というのは、私たちの体の材料となります。つまり、皮膚や内臓や筋肉や髪の毛などになるのです。筋肉を強くしたいなら、タンパク質を食べないとダメなのです。炭水化物とは、人間が活動するためのエネルギーとして使われます。つまり、筋肉になるのではなくて、筋肉を動かすために使われます。脂肪は、炭水化物と同じです。これらの三大栄養素の他に、ビタミン、ミネラルというものが、人間には必要です。これは、野菜などに多く含まれています。この二つを加えて、五大栄養素、と言ったりします。つまり、ご飯とお肉と野菜を食べないとダメだ、ということになります。